中年オタッキーです。ちょっと動画を立て続けに作っておりますが、もうこんなにたくさん動画出したら飽きられるかなってちょっと心配してますけども、今日の動画はね、こちらのカメラレビューになりますね。ミノルタのね、α507SI ってやつですね。はい、それでは動画スタートしてまいります。はい、このミノルタのね、α507SI なんですけども、1995年2月に発売になったらしいです。僕ちょっとその時のことね、記憶はしっかり覚えてないんですけども、僕はあの以前使ってた EOS55 ですね、まあ、今も持ってるかと思ってますけど、以前ね、その 新品で、ね、買ったんですよ。確か95年ぐらいに買ったと思うんですけど、それと同時期のカメラになるんですね。で、ミノルタはね、僕も持ってる α7XI とか α9XI で、ダイヤル系の操作をね、スイッチを完全に廃止してね、それでそれが受け入れられずにすごいシェアを落としてしまったということで、この 507SI からね、この軍艦部にダイヤルがね、復活したんですね。で、この操作系が非常に良くってですね、後にね、出る α7、α9 にこの操作系は受け継がれてます。実際すごく使いやすいです。まあ、シンプルといえばシンプルですよね。なんていうんですか、ファインダーを覗きながら操作する分にはね、α9、α7 の方が、使いやすいとも言えますが、普通にね、カメラをね、扱ってる人たちにはこっちの方がね、馴染んでて使いやすいんだと思います。で、カメラの能力なんですけどもね、オートフォーカスもね、非常に秀逸ですし、とてもね、25年も前のカメラとは思えません。で、なんていうんですか、撮影のレスポンスもすごくいいし、グリップ感とかもね、すごくいいんです。重量もね、この手のカメラにしてはそこまで重くない方だと思います。で、今回は、このレンズはね、以前から持っていた、ミノルタ AF2485、で、モノクロフィルムのね、アリスタエデューウルトラ200っていうね、これ、ズボラ様からね、提供いただいた、フィルムで、撮影してきました。ちょっとね、2485ではまだモノクロで撮ったことがなかったんで、初めてこのレンズでモノクロで撮影したんですけど、まず作例を見てもらうんですけどもね、アリスタエデューなんですけども、中身はね、ホマパンの200と同じものだっていうことなんですけど、結構ね、これハイコントラストな写真になってます。で、現像時間はね、アリスタエデューのそのデータシートでは結構長いこと書いてあるんですけど、山間でね、ネオパン400プレストと同じぐらいの時間で現像しました。それでかなりの高結果を得ておりますので、富士フイルムのね、ネオパンプレスト400と、同じぐらいの時間でいいと思います。僕は今回は富士の SPD っていうね、現像液、いつも使ってる現像液を使わせてもらったんですけどもね、かなりの高結果出てね、いい感じの写真になってます。これ、僕的にはね、結構ね、トライ X より好きかもしんない。はっきりコントラストが出ていますし、流情感もね、弱いんで、かなりね、理想的なモノクロフィルムであると思います。で、値段が安いんですよね。B&H フォトで長巻きを買ったら大体50ドルぐらいなんで、ケントメアと同じぐらいの価格なんで、今度ね、モノクロフィルムがね、尽きた時はね、ちょっとアリサイで買ってみようかなと思いますね。ちょっと取り込んでみたくなりました。まあ、ズボラさんからね、もらったフィルムがまだあと5本残ってるんで、ちょっと取り込んでみようとは思ってますけどね。で、まあ、こんな感じでね、まあ、α507SI で撮ってきたんですけども、カメラのことに詳しい人だったら2020年問題っていうのをね、ご存知ですね。これね、クォーツデータですか、写真にね、年月を入れるためのものなんですけども、ミノルタのね、カメラはね、このクォーツデータがことごとく2020年問題を突破してないです。このカメラも同様で、残念ながらね、
2020年になった途端に、1995年に戻ってしまいます。そんなわけでね、僕はね、これね、02年で入れてます。なぜ02年っていうか、令和2年ですよね。だから、あと17年間は令和として使えます。まあ、令和何年続くか知らないですけど。まあ、そんな感じでね、このカメラね、α9、α7 はすごく高いじゃないですか。で、操作系も一緒ですしね、性能も結構ね、いいし、ファインダーもね、見やすいですしね、α9、α7、ちょっと高いなって思ってると、α507SI ちょっと使ってみるのも手かもしれません。操作系も非常に扱いやすいですし、性能も全然満足できるものだと思います。実際ね、これ撮っててね、レスポンスが良くてね、36マイドルのフィルムもね、あっという間に取り切ってしまいました。なかなかね、作例も今回の、ちょっとね、もう見れる写真ばっかりで、ちょっと削ったぐらいですね、枚数を。まあそんなに芸術的な写真でもないんですけどね。まあ今日のね、カメラレビューはね、こんな感じになります。どうだったでしょうか。これからもね、ちょっとアリスタエリューのフィルムはちょっと続くかもしれないです。ヤフコング桃色山梨さんからね、提供されたカメラね、今これで撮ってますけどね、これもね、そのうち出てくると思います。ニコマート EL かな。まあそんな感じです。じゃあ次はね、視聴者様の写真の紹介に、なってまいります。はい、作品投稿のコーナーですね。トップバッターはね、サムライジャパンさん。タイトルはね、僕はこれ、君はそれね。カメラペンタックスの K01、レンズがペンタックス FA リミテッド 43mmF1.9 を使用していることです。これね、これ多分ね、食品っていうか食べ物のね、写真、送られてきたの初めてじゃないかな。色彩のいいね、食べ物になってますけども、これ僕だったらね、もっと大胆に切りますね。これちょっと、縦構図でね、ちょっとテロップで流すか。僕だったらね、もっとね、こんな感じで撮りますけども、FA リミテッド 43mm が最短撮影距離がちょっとどのぐらいか僕ちょっと存じてないんですけども、結構ね、食べ物メニューの写真はね、大胆な切り口で撮った方がいいです。真上から撮るっていうのも面白いですけどね。なんで僕ね、食べ物の写真ちょっと しやってるかって言ったらかじってるんですよ。だいぶ前にね、家族でラーメン屋やってて、メニューの写真をね、結構ね、壁に貼り出すのに写真撮ってたんですね。で、食い物の写真、どうやったら美味しく見れるかとかね。これね、構図をね、書いたらね、ちゃんとツボを得た写真になってます。サムライジャパンさん、ありがとうございます。次が、和賀さんか。和賀さんの作品。タイトルがね、黄昏のエンドロール。カメラっていうかね、スマホですね。京セラのね、トルクエって読むんですかね、これね。スマートフォンで撮影したということですね。まあ、センサーサイズが小さくてものすごくパンフォーカスが効くようで、気を抜くとパンフォーカスに限ってはデジタル一眼でも負けてしまいかねませんねっていうことで、まあ、その通りですね。で、この写真ね、素晴らしい写真になっております。黄昏時にね、飛行機雲まで入ってね、これタイトル画面に決定ですね。ちょっとタイトル画面コロコロ変わりすぎ。申し訳ない。スマートフォンでね、ここまで撮れてしまうんですね。で、スマートフォンってね、結構バカにできないレンズも搭載してます。例えばね、この iPhone なんですけど、これね、4x4枚のね、ダブルガウス型なんですね。
要はテッサーですね、テッサーのコピーレンズなんですよ。結構ね、まあ、小さいレンズではありますけど結構本気で作ってるんですね。スマホのねカメラがねデジタルカメラを駆逐していってるわけですよ。調子がいいんでね。はい、和賀さんありがとうございます。次はね、初投稿、ドキドキの初投稿ということで、ガメラさんの、作品紹介ですね。これタイトルとかはないんですけど、フィルムもね、使用しているフィルムもないんですけど、雰囲気が、気に入って撮りましたっていうことですね。撮影機材はオリンパスペン D ということで、これオリンパスペン D ってね、明るいレンズで目測カメラなんでね、そのピント合わせが非常に難しいということ。これもね、ちょっと前ピンですね。椅子にピントが合ってしまってます。これね、カウンターの上のね、ね、重機ですか、にピントが合ってたら最高の写真だったんですけどね、色もいい色が出ておりますね。うん、ガメラさんありがとうございます。次が、今回ね、カメラを提供していただいた、ヤフコング桃色山梨さんの作品で、タイトルがね1961ということで、使用しているカメラはねキヤノン EXO と、レンズ EX50mmF1.8、珍しい EX レンズで撮影しましたということで、これね、キヤノン FT とかの時代にね、廉価カメラとして売られてたカメラなんですね。僕も使ったことないし触ったこともないんですけどね、ちょっと興味があるんで仕入れてみようかと思うんですけど、状態のいいのがなかなかないんですよね。で、写真なんですけどもね、これね、もう見てもらったらわかるんですけど、色の出方がすごいクラシカルですよね。いわゆるね、エモい写真とでも言いましょうか、懐かしい色調で出ております。ちょっとおしゃれなね、これ住宅、これ別荘かなんかなのかな、1961、まあ、1961年に建てられたんでしょうけど、桜がもうちょっとね、緑がなかったら最高でしたが、まあそこはしょうがないかな。面白いねカメラで、撮っていただきありがとうございます。次が一都市九さんの作品2枚、1枚目がね椿の葉と玉もけ、2枚目が日用品ということで、どちらもね、カメラはニコン EM、シリーズ E35mmF2.5 アクロス2で撮られております。1枚目のね、なんだっけ椿の葉と玉ぼけか、狙い通りの、写真になってるんだと思いますね。これもうちょっとコントラストが高く出たらよかったんですけど、アクロス2ではこの辺が限界かな。調子はね、その好みになりますけどね、柔らかい調子の方がね好きな方もいるんで、難しいとこではありますが、玉ぼけをね目立たせるためにはもっとハイコントラストが出た方が良かったと思いますが、まあアクロス2ではこのぐらいが限界でしょうね。で、2枚目の日用品の方はちょっとね、この構図が中途半端だったかな、難しい被写体ではありますけどもね、ちょっと難しいですね。はい、一都市九さんありがとうございます。今日の作品紹介はここまで。ちょっと待機者が今3名ほど出ておりますが、しばらくお待ちくださいませ。はい、次は俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラ、今日は2人紹介しますね。まずはね、イクオさんの俺のカメラ、アサヒペンタックス ME になります。1976年13歳の時に欲しくて両親に頼みましたが買ってもらえませんでした。当時5万円でした。絞り有線 AE 専用一眼レフカメラ、真鍮ボディ、アサヒオプティカムの、刻印、小さなボディでオリンパス OM1 より小さいです。このカメラかなり前に備品をヤフオクで購入しました。サイクリングのお供に持参するカメラでもあります。僕もねこの間ね、ジャンク品をね購入して動くようになりましたけど、この一光さんのね、ペンタックス ME にはちゃんとね、ロック解除ボタンの白いボタンが見えておりますね。僕のは脱落してありませんが
一緒に行っちゃいかんっていうぐらいの程度の差ですけどね、これね、綺麗にね、綺麗なコンディションとなっております。ME ね、僕もね、これは絶対使いやすいなと思いました。これ女性でもね、女性向きでもあります。すごい軽いですし、小さいです。パンケーキレンズとかをつけてね、スナップ写真とかをね、撮ったらいいカメラなんでしょうけどね。はい、私も使ってみたいと思います。イコさんありがとうございます。次がね、野良旅人さんの俺のカメラ。ニコン F60D。20年ぐらい前に息子の成長記録のために新品で購入。購入時はダブルズームレンズキット2880と70-300のセットでした。買い足して24120と 35mm F にも載っています。オートフォーカスなので愛犬や家族写真に今でもたまに持ち出しております。軽くて使いやすいカメラです。撮影機材はミノルタ XT、MD50mmF1.4 ベルビア100で撮りましたということですね。今日はね、なんか奇しくも普及機2台になりましたね。この状態、今映ってるのは、AF ニコールの2885だったっけ、2880か、24120なのかな、このレンズ。ちょっと角度的に分かりにくいですけども、ニコンのレンズはね、普及レンズでもね、十分なね、性能を持っているものが多いと思うんでね、僕も結構ね、ニコンのレンズ、いろいろ試して、コシナが製造しているものでも何でも、しっかり性能が出ていますよね。で、普及機ということでね、軽いし、取り回しが効くということで、こういうカメラはね、パンケーキレンズでもまあいいんでしょうけど、高倍率ズームでね、適当に撮るっていうのもね、いいカメラなのかもしれませんね。カメラはね、高級機ばっかりがカメラじゃない。まあ、これは、デジタル一眼にはちょっと言えないことでもあるんですけど、高級機であればあるほどデジタル一眼画質がいいですからね。もうセンサー自体もね、変わってくるっていうことになってくるんですけど、フィルム時代のカメラはやっぱりね、いいフィルムを入れればいい写真が撮れたりするんで、そこはいいところありますね。まあ、高級機の方がね、できることは多いんですけどね。はい、次はね、やった、やっちまったのコーナーに、はい、夢旅人さんの、やったやっちまったコーナー投稿ですね。やっちまった投稿です。ネット上で二眼レフカメラに 35mm フィルムをつけて撮影できると書いてあったので、ヤフオクで探したところ、変換アダプターを見つけて落札。一週間ほど待って自宅に届きました。到着早々、ヤシカフレックスに装着してたところぴったり、早速撮影してみました。問題はフィルム送り。ヤシカフレックスにはカウンターがついていたので、コマの間に2枚撮って撮影してみました。撮影が終わり、フィルムを取り出すのに苦労しました。そうなんですよね。これダークバックいりますよね。巻き戻しは蓋を開けて戻すので明るい場所ではできません。夜中にひっそり取り出しました。カメラの北村の現像でお願いして機材やフィルムの取り出しなど詳しく、説明しました。次の日取りに行くと予想した通り多重露出でほぼ全滅。適当に撮影した最初の6枚が撮れていました。この写真が二眼レフで撮影した最初の1枚になります。空の青とね、田んぼですか、これ写ってる、これが唯一なんとか見れる写真だったということですね。二眼レフで 35mm フィルムを使って撮影は難しい。通常はやらないと思いますけどということですね。本来なら挫折するけど次もトライしたいと思います。ちょっとね、フィルム代を考えると 35mm のフィルムも、ブローニーと同じぐらいの価格にはなってきておりますし、ブローニーで撮った方がいいような気もしますが、まあ、あえてね、パーフォレーションの穴とかをね、写し込みたいとかね、そういう狙いが、あるのであれば 35mm フィルムでもいいと思います。で、二眼レフカメラはね、光線漏れをする可能性が非常に高いです。光線漏れをしてもね、ちょっとぐらい光線漏れをしても大丈夫なようにね、
ブドウ乳フィルムには紙が貼ってありますけども、35ミリフィルムはねそのまま入れてしまうんで、光線漏れのねあのメンテナンスもしっかりしないと35ミリフィルムにはかぶってしまうかもしれないですね。ちょっとうまいこと撮れたらまた作品投稿のコーナーにね、投稿くださいね。はい、今日の動画はねこんな感じになっていきます。フィルムがね到着したっていう動画をね前回出しましたけどね、このね C200 がねいっぱい来たことによってあのカラーフィルムがちょっと充実しましたんで、カラーのね撮影のペースを上げたいと思います。カラーの撮影のペースを上げたいで、カラーで全然撮影してねえやあのねモノクロばっか撮ってるとやっぱモノクロが楽しいんでね、カラーで撮るのが億劫になってるのはなってるんですよね。まあでもねカラーで取り付けるとカラーもまた楽しいものになってくるだろうから、こんだけたくさんねフィルムが入った20本も買っちゃったんで、頑張って撮ろうと思いますね。そんなわけでね、近々狙っているのが、ニッコンの F2 フォトミックとね、キヤノンの F1 をね対決する企画を考えておりますし、キヤノンのね、50mm の F1.4 のレンズがゾロゾロと揃ったんで、そのバージョンによってどう違うのかとかいうね、撮影もやってみようと思ってます。はい、今日の動画はねこんな感じです。いかがだったでしょうか。いいねと思った方はねぜひいいねボタンをね押してください。忘れずに今のうち押しましょう。ほんでね作品投稿のコーナーですけども、どんどんね新しい人が投稿してくれたら嬉しいなと思ってます。臆することなくどんどん送ってください。投稿の方法は、私の YouTube のね、チャンネルの、概要欄、の中にですね投稿の方法を説明してあります。投稿は基本的にねツイッターからの投稿になりますんで、中年オタッキーっていうアカウントを検索したらね中年オタッキーと中年オタッキー2っていうのが出てくると思いますけど、どちらも僕のアカウントです。で、作品投稿のコーナーは中年オタッキー本赤の方に、で俺のカメラとか、やったやっちまったのコーナーの方はサブアカ中年オタッキー2の方に、お願いします。またコミュニケーションとかをね取りたい方、他人に見られたくない DM で送りたい方は、ね中年オタッキー2の方にね、送っていただいても結構です。結構ねコミュニケーション取ること自体もね好きです。あんまりたくさん、送られるとね対処不能になってしまうこともあるかもしれませんけど、まあそこはちょっとご愛嬌ということで、はい、今日の動画はここまで。来週もう今週はこれで終わりですよ。来週はね何になっていくだろうかな。コンタックス RTS、で撮影した写真になるか、それともオリンパスペン F で撮った写真になっていくか、雑談になるかちょっと分かんないですけど、また来週、お待ちくださいませ。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さようなら。